皆さんこんにちは。こんにちは。遊びの井のいっちゃんです。やっちです。今日はですね、和歌山県有田川町にやってきました。やってきましたよ。いやもう見て、もうわかるやん。見て、今日はみかんです。今日はあの言うたらみかんを広める活動されてる、はい、有名な人らしいですよ。そう、有名な人に会いに来たと思いますね。結構テレビとか出てはるらしいですよ。あの方に会えますよ。それね。声ちっさ。声ちっさ。で早速ちょっともう見えてるんで早速伺いたいと思います。それでは行ってきまーす。みかんのみっちゃんのお姉さんに来させていただきました。イエーイ。みっちゃん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうみっちゃんよ。みっちゃんですよ。いやいやいや、キャラ仕上がってますね。いやいや、ありがとうございます。ネクタイもですよ、はい、ネクタイもみかん、ネクタイもみかん で帽子にはみ出てますもんね。めちゃくちゃチラッとね。T シャツも探せばスマホも、ちなみに待ち受けはどうなんですか。待ち受けはそうみかん畑です。もう完璧仕上がってる。ちょっと通っていた時に見させてもらったんですけど、はいはい、あの言うと山の上に農地が、そうですね、はい、ありますよね、はい、あれって広さってどれくらいの広さでされてるんですか。そう、面積で言ったら大丈夫ですか。はい、山頂あります。3ヘクタール。おー。で本数で言ったら数千本、3000本から4000本ぐらいみかんの木がありますね。え、計算すると、はい、あります。3000本、いろんな種類が。そうです、いろんな種類。みかんだけで、はい、まあ、答えてしまうと量でだいたい100トン。このコンテナ、はい、5000倍です。わ、すごい。みかんだけです。すごいですね。で8作でこのコンテナで、2000倍、レモンで1000倍ぐらいです。みっちゃん500人分ぐらいですってことですね。僕何キロ、僕最近太ったね。最近太ったんで。みかん以外の人はやめてもらいます。あ、今時期的には、はい、今って何をメインで栽培されてるんですか。そうですね、もう3月の中下旬ぐらいになってきてるんで、これからまあデコポンとか背とかが旬がまあぼちぼち落ち着き始めてるんで、これからはまあ甘夏とか、はい、甘夏で夏に向けて、あとバレンシアオレンジ。おお、はい、かっこいいね。ちょっと決めて言われます。バレンシアオレンジ。横文字使いだもん。いや、かっこいいっすよ。これも、もうみかん、まあ、時期でそれぞれ分けて、はい、もうずっと1年中、そうです、みかんとかもデコンとかいろいろ作られてるってことですか。そうです、柑橘、オール柑橘でやってます。なんかその、みっちゃんならではなんかこだわりの栽培方法とかってなんか教えていただけるんですか。そうですね、まあ、農薬皆さん気にされるんで、はい、まあ、極力自分も使いたくないんで、でもう自然にまあ優しいような形でまあ作ってると、はい、であと最近その糖度とか酸度とかってあるじゃないですか、はいはい、僕は食味にもこだわった、はい、糖度と酸度という数値では出ない食味にこだわった生産方法をやっていて、はい、それって一般のスーパーとかって何度以上とかって出ないんで、数値には出ないし、お客さんが食べてびっくりっていう、そういうものをこだわって作ってます。食味、食味です。みかんって糖度と酸度のバランスが非常に重要なんですよ、はい、高すぎても、糖度が高すぎてもなんかベタベタした甘さだし、かといって酸度が高すぎると酸っぱいとか、ここの数値のバランスがすごい大事なんですよ、はい、もう普通のみかんで売れなくなってきてるっていう、やっぱり皆さん食べなくなってきてるんで、そこをどうにか打破しようとしたら、やっぱりよりこう頑張るというんですけど、自分の特徴を出していこうと。だからこれですよ。これ食味になるんですか。これ食とこれが食味ってことですか。すみません、困らせて。いやいやいや、ちょっとみっちゃんについて伺いたいんですけど、はいはい、みっちゃん農業されて何年目になられるんですか。はい、今で5年目から6年目になりますね。あ、5年ですか。はい、なんで、農業されようと思ったんですか。ああ、それ聞くと長くなりますけど。あ、もう大丈夫か。聞かせてください。はい、もともとは農業なんて全くするつもりなかったんですよ。でそこから、まあ、その高校大学って進んでいって、で大学は、まあ、近畿大学の農学部を進んで、はいはい、でもうそこからそこでもまだ農業嫌だったっていうのも、
やっぱり農業って汚れるとか汚いとかっていう、はい、まあ、思春期にならではのところでやっぱりもう毛嫌いされてるとか、はい、僕自分自身も嫌だったってあって、でそこからまあ大学で社会人で進んでいく中で、まあ、社会人がたまたまその元々は、新入社員で入ったところが小麦粉の製造会社だったんですよ、はい、ただ入社して血液検査すると小麦粉アレルギーだった。もう入って気づいたんですか？入って気づいて、はい、もうあの上司、あの会社の上司から、はい、ここにいるとあなたは死ぬんでやめてそう死ぬんでやめた方がいいですよってなって、はい、そこから転職活動して、その際に、まあ、そのたまたまですけどご縁があって農産物の成果を扱う成果物を扱う、まあ仕事に就くことになって、その時にたまたまその取引先の農家さんが60代ぐらいですかね、60代ぐらいのもうちょっとある農家さんが、まあ僕がもともと実家が農家なんで、農家なんてすごいですよね、僕も実家で嫌で嫌でって言ったら、何を言ってるんだと、これからは農家の生産者と消費者がダイレクトにつながれる時代が来ると、でもっとこれから農家として輝きたいとか、もう仕事としてなんか面白いことやっていくんだ、絶対ついた方がいいって、お前は生まれながらのエリートだからっていうのを言われて、全然時間わからなかったんですよ、はい、何を言ってるんだろうこのおっさんと思ってでもその、60代の農家さんの息子さん、僕と同い年だった、22歳、はい、大学卒業してすぐに就農したんですよ、はい、全然理解できなかった、むしろ農業の専門学校行ってちゃんと農業勉強してお父さんの後を継いで、なんでやってるんだ、お父さんかっこいいからって言うんですよ、僕が全然今まで自分の父の背中をそんな風にお父さんがもうやってることかっこいいっていう、なんかそんな目線で見たことなくて、でそこでちょっとなんていうんだろう、認められたんじゃないけど、あ自分もなんか実家に帰ってみかんをやった方がいいのかなってちょっと思い出して、でそこから戻ってきました。でまあ、いろいろ戻ってきたのはいいんですけど、やっぱり現実って田舎なんで、まあ、つながりもなければ、そもそもこの地域には若い人がいなかった、同世代の人も少なかった、むしろ農家っていうのも後継者不足で、今もそうですけど、全然なくて、でどうしようって、なあこんなところでずっと農産物作っててもなって言っても、親は生産特化だったんで、その時は生産特化だったんで、お前はもうとりあえず農家をやれ、生産して地面でちゃんと足踏んでみかんを見ろっていうことだったんですよね。もともとは電車がバンバン走る大阪とかで仕事をしてたんで、まあなあってちょっとじゃあもううさばらしにもう傷みかんを持っていこうと、大阪のイベントでもう全然アポなしでとりあえずみかんもったいないから食べてほしいって言ってたまたま行ったんです、プライベートも兼ねて、そしたら案の定なんか見たことのない味だとか食べたことのない味だっていうのがすごい反響あって、その時はまだ全然もうなんか皆さんと同じようななんかカジュアルな格好で大阪行って、はい、面白くないねそれだけだったらっていうので、徐々に、はい、徐々に仕上がって、ね、仕上がっていって経歴を見れるとそういう経歴になっていて、はい、でまあ、そこからどんどんこう SNS がその時普及、それ今から4年前ぐらいですかね、インスタグラムじゃなくて Facebook ですか、 Facebook がそこからみかんをこうお客さんにちょっともったいないんで食べてくださいって言ったらバズって、はい、バズって1年目で1500人ぐらいの方にダイレクトに送る、あそうなんですか、そこになって、で2年目にも Facebook の5000人の上限を超えたんで、はい、インスタグラムに移行していったというか、はい、インスタグラムを使い出して、はい、今で年間で3000人ぐらいの方に送ってて、はい、今年はちょっと止まらなくて、3ヶ月で2000箱超えました。すごい、はい、っていうなんかあれですね、そのアドバイスしてくださった方、60代の方が言ったことがもう実際、はい、そう実現してるってことですね、農家さんと消費者直接 SNS で販売、そうです、ね、そうです、でその農家さんのなんか目線ってさらに先を見てて、消費者だけじゃなくて新しいこうメディアだったりとか、うん、こういう動画を撮られてる方たちとかいろいろ農業のことを発信して楽しくやろうぜっていう横のつながりの新しい世界が生まれるっていうのをまさしくなんかそれも得られたっていう、
なんか急に僕ら褒められたみたいな。いやいやいや、すごい気持ちよくなった。いや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 、だって一人で生きていけないですもん。本当に農家なんてみんなで楽しくやって、僕はなんか生きていきたいし、はい、おっしゃってたように、そのやっぱ後継者不足がその農業界の社会、大きな社会問題なんで、はい、僕らもこの声の動画を発信して、うん、ちょっとでも農業に興味持ってもらえる人が増えたらなと思って、ちょっとみっちゃんのありがたい話を聞いて、はい、ちょっと熱いやつで、じゃあちょっとお願いがあるんですけど、はいはい、ちょっと今ちょっと雨が降ってるんですけど、ね、寒いですよね。ちょっと今収穫できる甘夏とかを一緒に収穫させていただくっていうのは可能ですか？いやー、行きましょう。もう濡れ、あ、もう全然大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、むしろもう暑い思いで雨なんか飛ばしましょう。あ、もういいですね。ジューって蒸発させましょう。なんで熱い思いで収穫行かせていただきます。行ってきます。これは何なんですか？これがバレンシアオレンジ。手前のちっちゃいやつがバレンシアオレンジで、奥が夏みかんです。すごい。そうです、今が旬の、これから旬ですよ。これなんかあの、はい、美味しい見分け方とかってあるものですか？そうですね、甘夏に関しては、はい、まあ、あのやっぱりあのちょっとなんていうんですかね、キメの細かいものがやっぱり美味しいっていうのと、キメの細かいってさ、まあ、触った感覚と、まあ、みかんで言ったら分かりやすいけど、甘夏に関してはそんなに、そんなに、ただでもキメの細かい、まあ、果皮の若干やっぱりあの甘夏なんで、しっかりとしたものが美味しいですよね。みーちゃん、これなんかどうですか？あ、これよりも、これよりもこの辺の方が、これちょっとあの上になってるんで、ちょっと太陽が当たって、はい、ちょっとこの辺が硬くなったりはしてる可能性が高いんで、できればこういうちょっとあの下の、まあなんていうんですかね、上すぎず下すぎず。ほんじゃこれですね。あ、そうですそうです。そうです、これや、これやと思っとった。あと、あと、はい、色の濃い、この辺ちょっと若干白いですね、はい、で色の濃いものがやっぱり美味しいですね。みかんでもやっぱり、みちゃん、これなんかどうですか？それですか？あー、こっちですね。いや、でも僕はそう思ってました。これとかもいいですね。収穫の、ね、仕方を教えていただいてもいいですか？収穫の仕方ですか、はい、収穫の仕方はもう至ってシンプル、はい、至ってシンプル、はい、切りますよね、はい、でこれだとここがほぞって言うんですけど、はい、高いと他のみかんに傷つけちゃう可能性があるんで、はい、きっちりこのぐらいまで、あ、なるほど、ちゃんと取って手ぼ、手ぼって言います、はい、手ぼって言います、はい、手ぼ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 です、手ぼです、はい、入れて取っていくと、はい、では、はい、取りましょう。はい、お願いします。もうそれめっちゃいいやん。みーちゃん、これどうですか？それは美味しいです。美味しいです。取ってみてください。収穫させていただきます。あ、お、そして押して、ちゃんと傷つかないように、傷つかないようにちゃんと取ります。 OK です。手棒に入れて、手棒に早く押して、手棒に入れます。収穫。そうです。あ、はい、によっては受け入れてます。ところどころにスプリンクラーの配管立ってるでしょ、はい、水がないんで、まあ、農家をされる方とかってもうやっぱり不安とかたくさんあると思う